これまで一番私がですねすごいなと思ったのは、誰の話を聞いた時かっていうと、瓦職人。今日皆さんの中に瓦作ってる人とか瓦を屋根に敷いてる人ってどうですかね、いらっしゃいますか。これ鎌倉に行った時にですね、鎌倉の家を修理している私の知り合いのその事務所だったんですけど、一軒家を事務所として使うために修理をしている、そこに行って瓦の職人さんがいたんで、その人たちと話をしてたんです。ものすごい哲学がありました。瓦職人の方から見たときに、100年持つ家を作らなきゃダメだよ、最低でも100年は持つ家を作らなきゃいけないんだよ。そうすると気になりますよね、100年持つ家はどうやって作るんですか。これがすごかったんです。簡単だよ、これだけ守れ100年持つ家はできるよ。すごかったんですよ。いいですか。まず自分の家だと思って愛情を込めて作る、愛情を込めて一枚一枚瓦を積む、自分の家だと思ってやる、これが第一です。2番目、瓦職人だからといって瓦だけをやっているような、そこにしか目がいかないじゃダメだ。やっぱり家の土台をちゃんと見れる力が、眼力がなければ瓦職人としては成功しない。まずは家の土台も見る力がなきゃいけない。3番目、瓦ってのは一枚一枚特徴がある、性格も違う、みんな同じように見えて火で焼くものだから、出来上がった時に全部同じってことはありえない。その違いに、細かい小さな違いに気がついて、どこにどれを置くかを決めなきゃいけない。これも眼力が必要。4番目、ただ単に家を作ってるんじゃなくて、周りとの調和を考える。どちらから太陽が当たってるのか、どちら側に山があるのか、どっちに海があるのか、この辺の塩梅を見ながら、瓦と話し合いをしながら一つ一つ丁寧に置いて、バランスを考える力も必要なんです。で、最後に私はこれを聞いた瞬間に全身がしびれました。時としてその場を離れて遠くから眺める感性が必要なんだって言われました。これがすごいなと思ったんです。これ全部企業哲学にそのまんまつながるんです。あるいは地域づくりにそのまんまつながるんです。これを全部瓦と家と自分たちの地域、企業を置き換えた時に、そのまんま人材育成にも、会社を作って人の作る時の哲学にもそのまんま通じます。会社だから誰かのものだからではなく、自分の家族のように一人一人と向き合えるかどうか。地域社会もそうですよね。そこに住まわせてもらってるんじゃなくて、そこに自分が意思を持って住んでる、その地域をどれだけ愛せるかどうか。発想的には全く一緒ですよね。まずそういう視点がなければ、会社づくりも地域づくりも社会づくりもできるわけがない。そういう視点を果たして自分が持ってやってきたかなっていうことを、その瓦職人と話をしながら、自分自身に問いかけてました。土台が大事。企業の土台がしっかりしていない会社で100年持つ企業なんてありえません。企業にとって土台とは何か。哲学です。企業理念です。この企業理念、企業哲学が土台としてしっかりある会社は、100年後のことを見据えて仕事ができる。地域社会もそうですよね。4年後までにこれでいいんだ、8年でこれでいいんだ、10年でこれでいいんだという土台を持って作っている地域と、100年、200年、300年先考えながら地域づくりをしている、その社会との違いって大きなもの出てくるはずなんです。瓦には一枚一枚の個性が当たり前ですよね。会社であるならば、100人の社員、1000人の社員がいたら、みんな同じようなロボットであり得るわけがない。だから一人一人と向き合って、その人の
才能、その人の持っている特徴をきちんと見極めて、その一人一人を生かす。使うんじゃないですよ。生かす。人を使ってはいけないです。機械を使ってはいいです。奴隷使っても昔は許されました。同じように人を使う。これは絶対ダメです。人は生かすもの。そう考えると、瓦を生かすのも人を生かすのも発想的には違いはないなってことに気がつきます。周りとの調和やバランス、自分の会社だけ儲からいいんだ、煙出しても構いやしないよ、廃液を流したって関係ねえや、そういう企業で長続きしているところは残念ながら一つもありません。儲かるために少しくらい嘘ついたって大丈夫か。使っちゃいけない部位を使って肉作ったり製品作ってもバレなきゃいいや、そんなのが持つわけないですよね。で、さっき私が言ったしびれた部分です。周りとの調和、それを考えて、さらに一旦そこから自分を離して、これ脳の世界なんかでは利権の権って言います。離れてそこで演じている自分を第三の自分が見るって意味ですよね。会社もそうです。その中にどっぷりいるとその会社の中のことしか分からなくなって、どんどん近視眼的なもの物事の見方になります。だから一旦そこから離れる意識を持って、そもそもこの地域社会の中でうちの会社はちゃんと価値を作ってるかどうか、作り出してるかどうかを見てみる。そういう意識を持つことだけで地域社会との関わり合い全く違うものになりますよね。地域社会に変わってくださいよ、変わってくれるわけないんです。でも自分たちが変わっていくと、それに気がついた地域社会がどんどん変わっていきます。どんどん変わってきます。南の長野県の南の方に伊那ありますよね。伊那地域、あそこに伊那食品という寒天作ってる工場があります。あそこの塚越さんという会長、私とてもよくしていただいてるんですけど、年に何回か全社会で呼んでいただいたりするんですが、あそこの人たちは買い物に行くときに当然車で行きます。ショッピングセンターのどこに車を止めるか、一番遠いところに止めるんです。そこから歩いて行って買い物して、またそこの車に乗って帰る。普通近いところに止めたいと思うんですね。でも近いところは地元の人たちのために、お年寄りのために、体の不自由な人いるかもしれない、その人たちのために取っておこうよ。せめて伊那食品の社員くらいは遠くに止めて買い物しよう。これが当たり前になる。それを地域の人がちゃんと見てるんです。これを5年、10年、15年、20年、30年、40年続けてくると何が起きるか。地域の誇りになるんです。ついこの間も3月の頭ですけど、伊那食品に PHP という雑誌がありますよね。松下幸之助さんが作った、あそこの研修会で45人の経営者の方をお連れして、視察研修に行きました。45人の経営者の人がみんなもう腰の回想になってました。なんでこんなことができるんでしょうかね。当たり前のレベルが違いすぎるんです。当たり前のレベルが、他の企業であればここまでやったら当たり前っていうレベルが、伊那食品はここまでやってみんな普通です。これ我々特別なことやってるんでしょうか。もうその一言で45人打ちのめされてました。そこにパネルディスカッションがあったんで、3人の、3年選手、7年選手、15年選手に出てきてもらったんです。で、最初に7年選手の人に、なぜ伊那食品に入ったんですかって聞いてみたんです。そしたら、子供の頃から隣近所のおばちゃんや両親が、伊那食品という会社はいい会社だから、あそこに入れるようないい子になりなさいって言われ続けたんです。それで物心ついた頃から自分は伊那食品に入りたいという思いだけを一心に持って成長していくんです。それで受けに行って、そこに入ったっていうことを聞いたら、周りのお医者おばちゃんとか両親が誰よりも喜んでくれました。伊那食品に入れるようになったんでよかったね。3年生の女の子だったんですけど、彼女はやっぱり伊那食品の話をずっと聞いてたんですが、お母さんが図書館で働いてたんですね。で、
自分もやっぱり稲食品に入りたいなってお母さんにポロって言ったら、次の日にこんなに厚い稲食品の資料を図書館からお母さんが借りてきて、稲食品に入りたいんだったらこのぐらいは読み込んでおきなさいって言われて渡されて、私それを読んで、多分社員の人よりも詳しいくらい稲食品のことを知った状態で面接に行きましたって言ってました。で15年生も同じなんです。